プラットフォーム、オートモビルプラットフォームは複数の自動車車種によって車両の構成部品が共有されている際の構成部品の一連の組み合わせのこと。要素としてはフレームあるいはモノコックのフロアパン、サスペンション、ステアリング、パワートレインが含まれる。車両はアーキテクチャーと呼ぶ自動車製造業者も存在する。なお、アーキテクチャーとは建築学において建築の様式のことで、 建築物の構造や設計方向法を含めた全体を意味する用語である。当初、プラットフォームの共有とは、それ以前に設計された車の車台を形式の異なる新型車に流有することであった。例えば、フォルクスワーゲンビートルの車台フレームをタイプ2やカルマギアで利用するといった方法である。複数のモデルで共有すべく、 汎用的なプラットフォームとして設計された最初のものはフォード社が1970年代に使用したフォックスプラットフォームである。1980年代にはクライスラー社が K カーでプラットフォームの共有を行った。なお、K という名前はプラットフォームを共有した車がすべて K で始まる名前だったためである。先ほどのフォルクスワーゲンの例の通り、 プラットフォームの共通性と車両の外観や性格の類似性は必ずしも一致しない。このため、プラットフォームの共用は予期しない、車両同士でも行われており、例えば、4ドアセダンの11代目スカイラインで導入された日産の FM プラットフォームは、2ドアクーペの Z33 型及び、Z34 型フェアレディ Z や SUV のインフィニティ FX にも使われている。 また、フォルクスワーゲンの A プラットフォームは、アウディ TT とフォルクスワーゲンゴルフなど全く異なるモデルで共有されている。日本では自動車の基本部分である車体と呼ばれる部分がプラットフォームであると解説されることも多い。1990年代頃までは、シャーシと表現されることが一般的であった。近年では設計や生産コストの削減のため、 一つのプラットフォームから多数の車種が展開されることが普通になっている。以前からスカイライン、ローレルのような販売チャンネル維持が主な目的の共通車、車は存在していたが、現在のフレキシブルプラットフォームは様々なサイズ及びボディ形状の車種を想定して開発されている。プラットフォームを基準として複数の車種で生産ラインを共有する混流生産が容易になる。 日本では特に小型車のプラットフォーム共有が進んでおり、トヨタ自動車のビッツ系プラットフォーム及びパッソ系プラットフォーム、カローラ系プラットフォーム、カムリ系プラットフォーム、クラウン系プラットフォーム、ルノーと共同開発した日産自動車のマーチ系プラットフォーム、そしてホンダ技研工業のフィット系プラットフォームなどは、同一車台から5車種以上のモデルを有する。 大家族となっている。プラットフォームを共有する、車種同士を、姉妹車と呼ぶ。日本国外でも、その傾向が見られ、例えば、先代型のフォルクスワーゲンゴルフから、同社のボーラ、ゴルフアゴン、ゴルフカブリオレ、ニュービートルのみならず、アウディの A3 と、TT、セアと、シュコダなど、VW グループ内で多彩に使用されていた。近年では稀であるが日産、GT-R のように、 専用のプラットフォームを持つ車種もある。GLM は電気自動車のプラットフォームを開発し、自社ブランドの車両のみならず他社への販売も行っている。ありがとうございます。